かつて糞とは人間の瓶を舐めてその味によって診断する方法。古代中国や朝鮮半島の李氏朝鮮時代まで行われたとも言われる。儒教では親に対して行う場合高校の一種と捉えられ説話が残されている。古事かつて紛有心排泄物による診断の記録は中国の南北朝時代や東大の説話にも見受けられる。 24校や日記説話によれば、南西時代に、剣道という役人が、父親が病気になったので帰郷すると、医者に瓶を舐めてみないと状態がわからないと言われた。剣道は簡単なことだと言って舐めてみると、味が違ったので父の死を悟り、北斗七世に父の身代わりになることを祈ったという、かつて紛友心の個人が残っている。24校は、日本では、 おとぎ造紙や寺子屋の教材にも採用されている。かつてんは、人にへつらい恥を知らないこととしても使われ、お世辞の度が過ぎる、やからのことを、かつてんのとという。これは、中国の春秋時代に、高線が、号のビムを舐めて病気が時期に治ると言ったという、五越春秋、高線入り新外伝の古事の基づく、今村とも、朝鮮の孔子列女。 朝鮮風俗集2話との記述がある。しかしこれらの高校についてと述べ、これら制評された朝鮮の高校はすべて中国の24校の模倣であり、記録に残ったものは否定的で突飛なものであり、またそれらも誇張が多く信憑性に乏しいとしている。日韓併合後に日本がかつてフンを禁止する。かつてフン大辞林第3班、言葉んく、随間村とも、 朝鮮風俗集、全指導官、1914年、189ページ。今村とも、朝鮮風俗集、全指導官、1914年、187ページ。今村とも、朝鮮風俗集、全指導官、1914年、192ページ。今村とも、朝鮮風俗集、全指導官、1914年19、191ページ級、変さとし。 審判朝鮮カルタ韓国ことわざ百戦成林道。ありがとうございます。